空撃、激または、反復的に筋肉が収縮した結果、筋膜や筋繊維が損傷すること。ストレイン損傷とは、関節の運動機構である筋腱単位で損傷が発生することで、腱の付着部、腱、筋肉繊維の断裂と不完全な修復によって、機能的な障害が発生していることを言う。肉離れは、ストレイン損傷の一種である。スポーツをしている最中に起こりやすく、 筋肉がが収縮していいるるるににに強制的に引き伸ばされここととより生ずることが多い大半は下肢に発生し、大体4頭筋、ハムストリングス、被覆筋に多い。代表的なものとしては、サッカーのシュート動作での大体4頭筋の、大体直筋、短距離走でのハムストリングス、テニスやバドミントンの切り返し動作での被覆筋の、内側頭などが挙げられる。 筋膜、筋繊維、腱の断裂の損傷度は3段階で表される。自発痛や損傷筋の動作痛である。筋収縮は可能であるが、頭痛のため動かすことができないこともある。また損傷筋の圧痛、ストレッチ痛や抵抗痛が認められる。重症例では、主張や高血、断裂部の感応を触れる。このほか、MRI で血腫を確認するケースもある。 肉離れは急激かつ強大な筋収縮、または反復的な筋収縮によって発生する。スポーツや手作業などの過度の負荷による筋や、腱の損傷で、内側上下炎や外側上下炎、筋、筋膜性腰痛、経験腕症候群などがこれに含まれる。ただし、秋雨性損傷の全てが使いすぎが原因となっているわけではなく、他の素因、誘因がこれに加わることもある。 筋組織の微細な断裂は安静とともに警戒し、自然治癒する。重症例を除き、手術的治療になることは、ほとんどない。急性期には、ライス処置を徹底する。回復期より、局所の循環回復や損傷した筋繊維などの修復を促すため温熱療法や物理療法を、用いつつ、段階的に、関節可動域訓練や、筋力訓練、 各スポーツに合わせたトレーニングへ移行していく。軽症で2から4週、中程度で4から6週が復帰の目安となるが、個人差は大きい。中程度以上では、歩行が難しく、ギプス、松葉杖を要する場合が多い。自覚症状があまりなくても、肉離れが起こっていることもあるので、医師などの専門家の診断が必要である。また、痛みがなくなった場合でも再発しやすく、素人が、 安静だけで済むと思い込むのは妥当ではない。最後まで十分に治療することが大事である。重要なことは、これらは予防できるものであり、筋肉の柔軟性の欠如や、筋力のバランス差が大きい選手に後発するので、日頃よりそれらの解消を心がけることが大切である。ありがとうございます。